橋本哲彦は、吉本工業社長、工業士、芸能プロモーター、東京大学出身。大学時代には、ドイツ文学と、進撃運動に没頭。インテリを買われ、浅草で、芝居の台本や芝居の現場監督をしていた。この頃に芝居を見に来た、吉本の林翔之介と知り合い、後に、東京吉本の社長になる、林博隆と三人で、 お茶屋で食事をする、林博隆の紹介で1931年12月に、吉本工業部に入社。入社後は、文芸部、宣伝部、映画部を立ち上げる。その後文芸部の部長になり、秋田実、長尾はじめ、吉田留三郎らを入社させる。1933年に宣伝部が創設され後に、部長となり、吉本園芸通信、吉本などの広報誌を発表。 1932年3月に、吉本工業が、吉本工業合名会社として開組された際に、営業品目の一つとして、漫才の表記がすでに使われていることなどから、漫才の名付け親は、橋本ではなく、当自動車の総支配人だった、林昌之助であるとする説もある。戦後は、常務などを歴任。1959年にはそれまで、 映画やプロレス工業に力を入れていたが、演芸、吉本復活させるべく、梅田花月を会場に尽力。1973年に、林正之助の後を継いで社長に就任。1977年に、八田武雄に、社長職を譲り入退し、相談役に就任した医者。2001年4月9日に死去。去年96。ありがとうございます。